リーグ戦ナビスコカップともに引き分けでした。サッカー J1 のサガン鳥スは13日に FC 東京と対戦しました。トスはシュート数わずか2本と、この日も攻撃面で課題を残しました。しかし、主導権を握られ続ける苦しい展開を無失点で切り抜け、0対0の引き分けに持ち込みました。 また十八日にあったナビスコカップでは川崎フロンターレと対戦しました。前半に先制されましたが後半に富山高光選手の移籍後初ゴールで一対一の引き分けとしました。